既視感、そう、既視感、既視感配信ですね。着替えぐらいすればよかったか。前髪がさっきより分け目が結構がっつりしてるぐらいですかね。すごい、なんか今日目ちっちゃ。どうも。また歌詞解釈しないです。歌詞解釈疲れるんで。参集できない、胃腸、胃かも、胃とかもになっちゃってる。でもまあ仕方ないと言いますか、まあそこら辺はエンジョイだからみたいな感じで、あまり気負いせずやってくれると嬉しいです。とりあえず星が欲しいのダジャレに釣られて、星を投げてくれる方がいたら嬉しいです。何の歌詞解釈したん？あれです、私たちのリーズンです。もう普通に私が大好きな曲をただただ説明して皆さんに力説をするっていう話でした。だ、低いな声。あ、タコちゃんとか星ちゃんありがとうございます。レインボースター、ジンコジンコレボンスター、コバルトブルーに、最後の最後、まあなんて言ったらいいんだ、別にイベント参加し、なんだろう、ガチみたいな感じじゃないんですけど、一応参加してる身として最後の最後に追い込みをかけると言いますか、一番最後のね1時間だけはちゃんと配信しようかなって思って、そうですね、仕上げですかね、仕上げおの仕上げ配信です。もうなんて言ったらいいんでしょう、イベントやってたけどすごい頑張ったねって感じではないので、楽しかったね配信みたいな感じで、ちょっと浸ってね。えらい、今イベントだったんだ。そうなんですよ、はい、ビスのイベントに、あ、レインボースターありがとう、 STR さん、すごい。ラストにサライ歌う、サライと負けないで、そろそろ負けないでとかかな、早いかまだ、そろそろサライ負けないであたりだよね。みんなで大合唱タイムになるかな。サライの空へ、
あ、ペン、なんかすごいそのペンライトがめちゃめちゃそれっぽい。どんな時も負けないであったりですな。どんな時も、どんな時もって歌うっけこれ。24時間テレビってどんな時も歌うっけ。そう、まだちょっとランナーは到着してないですね。僕が僕らしくあるために、今年歌ってた。へえ、じゃあ今年からみたいな感じなのかな。好きな人は好きと思う気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も。私イメージなかったからへーって感じ。同じ新24時間テレビちょこっとだけしか見てないから。今のタコちゃんでアバターゲットできた。おお、おめでとう。私のアバターってことかな多分。すごいね、なんか焼き芋みたいで可愛いよね。衣装はリフレインらしいです。リフレインの衣装大丸東京に飾ってありましたよ。大丸東京店、大丸さん東京店。な、正式名称としてはさ、大丸っていうそのデパートの名前の東京店なわけじゃん。なんか大丸東京店だから何が正解なんだろうって感じ。大丸東京、なんかみんな大丸東京大丸東京って言ってるんですけど、大丸さん東京店、三越東京みたいな。三越って東京にしかない、銀座にしかない。あ、たこちゃんありがとう。三越東京店だと思ったらなんか違った話になってくる。丸いみたいな。難しいです。大丸日本橋にあるよ。日本橋と東京、ん？ああ、三越が日本橋にある。日本橋と銀座一緒だよね。私が多分思ってるのと思ってる一緒だね。難しいですね。まず東京駅に行く用事がねえな。あ、まあもともと大丸さんにってこと？まあ普通に用事としてはサインとか衣装を見に行くぐらいの気持ちでいいと思いますけど、でも行ったら行ったらね、なんかね、美味しそうなものとかね、可愛いものいっぱいあってね、なんかね、本当にね、デパート系ってね、余計なお金使う絶対に。しご飯とかもあるから、普通にご飯食べて帰るでもよしって感じ。私と同じクロックマダムでも食べてね。5階にあったなんかカフェです、私が食べたところ。美味しかったし結構ボリュームありましたよ。私なんか普通にちょっとお茶ぐらいでいいかなみたいな、夕飯もあるし、そんなこんな時間に食べたらなって思いながらも結構がっつり食べました。
美味しいラーメン屋さん、ラーメンのイメージなかったかも。なんかあんまりラーメン屋さんだみたいな、だーラーメン屋さんだうん、イベントって他店だけかと思ってました。それはビスのイベントの話かな。まあその頑張り度合いっていうか本気度合いとしては多分その他のグループのメンバーの方があるのかなとは思うんですけど、でもね、まあそういうこういう風にファンの人と交流して、私はフォロワーさんを増やしたいっていう感じで、前回の1個前の配信で結構1時間弱、本当に45分ぐらい50分ぐらいの配信で2500人ぐらいの人が見に来てくださってたんですよ。すごいなんか短い時間でたくさんの視聴者数だったから、今回のそのイベントは結構なんだろう、言い方あれかな、売名っていうか皆さんに知ってもらうみたいな、いろんな他のグループの人たちがそうやって配信をしてて、星集めるだけでも見に来てくださる方がいたら嬉しいぐらいでしたね。そう、星集めに来てくだされば、あ、そういうことね。地下にラーメン屋さんあるそうです。ラーメンって言ったかお腹空いてきた。もう夕飯のお時間なのでね、お腹が空いてまいりました。こんばんは。でも行く先々でラーメン探しちゃうみたいな感じ。私は行く先々で御朱印探しちゃうみたいな話だよね。あ、STR さん、かぼちゃんタワーありがとう。先ほどの配信に続いてありがとう。ハロウィンのかぼちゃんです。お昼たっぷり食べたらね、晩飯抜きにするつもり。いいんじゃないですか、6時までに夕飯を食べるといいみたいな、何時間ダイエットみたいな感じで、何時から何時までにご飯を食べて何時間断食することによってみたいな、そういうダイエット方法があるらしいですよ。あ、あと19万ポイント星で集めたいね。結構無理だよって思ってる方いるかもしれないけど、私は星で集めたい。ママナチはいつも通り楽しくおしゃべりして、もうなんて言ったらいいんですかね、もうさ、昔はさショールームかっちりするイメージあったけど、今はもうなんか結構755の次ぐらいに数さらしてる気がするんだよね。755に関してはもうすーすぎるけど、755の次ぐらいにはもうすーさらしてると思います。これは、ラーメン好きかな、嫌いな人はいないだろうね。そんなことないんですよ、人間ラーメンですら嫌いな人間がいるから、もう本当にラーメンの匂いが嫌いとかそういう人いるんですよ。まあ豚骨が苦手なだけで醤油はいけるみたいなこともあるかもしれないんですけど、あ、15本おめでとう。だからもうこの世にもうなんだ、誰にでも好かれるってことは不可能ってことは、ラーメンと唐揚げが本当に証明しているので、
誰にでも好かれるってことは無理なんですよ。ねえ、だってワンちゃんとか猫ちゃんですら嫌いな人がいるんですよ。なんか犬怖いだったりさ、猫ちゃんはなんか引っかきそうみたいな、なんか嫌だみたいな。ワンちゃんと猫ちゃんですらですよ。だからもう万人受けじゃなくて自分受けで。犬怖いです。犬はね、正直私も小さい頃ね、めっちゃ吠えてくるゴールデンレトリバーいて、通るだけでもうそこの家の前通るのがすっごい嫌だったから、昔私本当にそのゴールデンだけが嫌いだった。ワンちゃん自体は好きだったんだけど、めっちゃ吠えて追っかけ回してくるゴールデンがいたから、そのゴールデンだけはすごい嫌いだった。あとめっちゃ家の前を通ると、家の中で飼っているワンちゃんなんだけど、家の前を通るとめちゃめちゃずっと吠えてるなんかワンちゃんいるんですよ。小さい小型犬チワワの、もうそれ結構もうなんかちょっと何かが通るだけでワン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 って深夜とかでもめっちゃ吠えるから、そのワンちゃんはもうちょいしつけてほしいなと思った時はあった。仕事中に犬に噛まれたことある。初めての労災だった。やばー。うん、そうね、よく小型犬はね結構吠えるイメージある。よし、わ、意外ともう20分も経ってる。5分ぐらい話したし、パッ、え、20分ってなったもん今時計見て。何の話もしてないよ私今。なんだろうね、今日の話なんかあるかな。あ、そう、私はいつになったらクマちゃんもらえるんだろうとは思ってました。ショールームでさ、真のショールーマーとしてさ、真のショールーマーですよっていう、そのあるじゃん、クマちゃん誕生日の。だから私まだ真のショールーマーじゃないんですよ。早くクマちゃん欲しいよね。好きな歌歌えたら今生きてる意味を感じられる。命の喜びを曲に乗せ世界の彼方まで愛を込め歌う。置き場所あるの？ない。でもさ、こうやって配信してる時にさ、見える位置とかにあったらいいなと思うよ。ここら辺になんか
板でも引っ掛けて、こういうさ板みたいのをさ紐でここでさこういう紐でさこうやってやったらさ板をこうやって引っ掛けられるじゃん。そしたらそこにクマちゃん乗せられるからさ、例えばこことかに行けるよね。あとは壁のここにさこういう扇形状でさ置ける棚とか IKEA で売ってるから、ここにこうやってやってそこにクマちゃん置くとかね。真のショールーマーですよそれが。でも寝てて地震起きたら顔面に落っこってくるって考えたらちょっと怖いかも。ぬいぐるみとってさ目がさカチカチの素材でできてるぬいぐるみとかあるじゃん。もうこの子とかそうだけど目がさカチカチの素材でごめんねあのできてる子とかもいるからさ、それって意外とね来るんだよね。意外とね硬くて痛いんだよね。スマホ顔面に落とす方がちょっとしんどいけど、斜めってる。気まぐれかな、でも構わない、君といたいから、めめしくてめめしくて光を浴びて、めめしくてめめしくて恋の歌歌って、めめしくてめめしくて今たどり着いたの世界はもう、めめしくてめめしくてめめしくて辛いよ。愛されたいね、一人過ごした君のシグナル、もう一度気まぐれかな、でも構わない、君と言いたいから、キムカが浮かんだ理由は、なんかこの前歌詞の一番最後の行だけを言って曲を当てるゲームをしたんですよ。でその時に私が爆速で答えたのが辛いよって言われた瞬間にピボーンゴールデンボンバーのめめしくてって言ってそれをパッてちょっと思い出した。結構楽しいんですよ最後の一行だけ言って当てるゲーム。そのゲームをやってすごい楽しかったね。抱きしめている、噛みしめているかな。で最後俺のなんだみたいなつって、ミックスナッツみたいな、あの日のつなぎの奇跡をなじゃんね。意外となんか歌詞の最初とかじゃなくてさ、あとは2000何年のないみたいなんで、ララ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 ピンポンモニーテールとシュシュみたいな、ララ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 2012年、なななななななピンポンフライングゲットみたいなね、なな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 な、あとねなんだっけ何の曲か、ああれだ、あーはーはーはーあーあーはーみたいな、あーあーみたいな、AH 伸ばし棒、あー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 みたいな書いて、何それって思ったら、
なんだっけ、星野源さんの君の声を聞かせて、雲をよけ世界照らすのな、で最後にあーはーはーあ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 ーっていう風に終わるじゃん、あれはあーあーシリかみたいなね、やばみたいな、めっちゃおもろかった、結構楽しかった。最後がラララナナナあーあーマジで面白い。ね、改札の前つなぐ手と手と手と手、リズムないとさ、あー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 だけ聞いてるとさ、どうしたどうしたどうしたってなるよね。なんか急にリズムあるとさ、いい曲になるんだよね。あー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 ああああ、君の声を聞かせて、雲をよけ世界照らすような、君の声を聞かせて、すべては思い通り、あーあーあーああつぼっちゃった、どうしよう、どうしよう、ビスの最後の配信だしね。でもガチイベになったらまたな、なんかコースするかもしれない。あと30分か。そうです。皆さん、あと30分だよー。お塩くなちゃーい。頼まーです。もう星だけでいい。星だけでいいです。星だけください。わ、やばい。錆び臭くなってきた、自分の指が。ナイス、ブレスユー、テンキュー、アイステオルさん、コバちゃんありがとう。パート2欲しいです。これは欲しいです。 This is a pen みたいな映画、ね、欲しいです、これは欲しいです。This is a star。 面白、これは星です。皆さん、これは星に見えますか？実あ、あと14万ポイント。ありがとう星様。地球。ごめんなさい、参照の準備してませんでした。いえ、全然、私もなんか急遽だったし、昨日はね、そう、ちょっとお休んじゃったから、星です。これは星です。皆様が思うものとは違います。星です。なんだっけ、カバってなんて言うんだっけ、ヒッポーか、ヒッポー。This is a star。 なんだろう、 is not the hippo。 違うな、ヒポポタスみたいな言うもんね。ヒポポタマス、ヒポーって言わない普通に。私ちっちゃい頃英会話ではヒッパーって
習った。This is a it is not a hippo。ヒポポタスポケモンだよね。ヒポポタマスみたいな感じ。タムスみたいな感じだよね。ちっちゃい頃私ヒポー。ランタソさん、ハートいっぱいありがとう。ヒポポタワー、ヒポポタムースだからね。あ、ヒポポタワーズ。あ、これ複数形になっちゃうな。マルチね、最近ね、肌のね凹凸がなくなったの。ちゃんと皮膚科明日はまた行かなくちゃいけないんですけど、今ね、跡だけは残ってるけど、凹凸ゼロなの。そう、そのもう怒涛のめっちゃ忙しかった期間がなくなったのと、あと昨日せいちゃんに、まなみって本当にその肌荒れてて跡残ってるところ以外の肌が最高に綺麗だよねって言われた。いい化粧水で頑張っとるんでこっちとらって思って、なんかもう本当に私隠すとこないから言っちゃうんですけど、こうやって跡があるんですよね。ニキビの跡がここにポツ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 って。でもそれ以外のここら辺とか、ニキビできてないここら辺とかの肌が本当に綺麗なんですよ。私自分で言っちゃうけど、マジでマジで綺麗なんです。めっちゃハリツヤキメがあってすごい綺麗なんですよ。だからここも治ってで、あともどんどん消えてったらもうそういう風になってく予定ではあるから、もうちょっと頑張って皮膚科に通う。本当に4年通ってんのにね、ちょっとなんかストレスとか生活習慣が乱れちゃったりとかするともう本当に一気にブワーってなっちゃうんですよね。ホルモンバランス的とかそういう。クマがそうなんですよ。大丈夫です、整形するんで堂々と整形する宣言してる。っていうかクマはね、これはねお母さん譲りなんですよね。ここに色素沈着があるのは本当に。でもここのね第2のなんだ、第2のここの分かります、膨らみ、第2の涙袋みたいなやつは、はい、もう目の内側のここをぶっちぎって吸引するんで。もう大丈夫です。でも私別に現役の間にするかどうかは決めてないんで、やめてからする可能性もあるね。ていうかもしする場合ちょっとマネージャーに相談しないととかだしね。じゃあお母さんからもらったんだから直してダメだよ。だって知らん知らん、私の体や、わーしの体や、自分が嫌って思ってるんやから合わせばえ。私自分子供生まれてもうこ自分のここコンプレックス直したいって言ったら直しなって言うもん。絶対に自分が嫌なんでしょ、直しなって。クマがないマナチはほくろのない岩見みたいな、どちらにも失礼だよ。アミちゃんがもしほくろがコンプレックスだったらどうする？あとクマって褒め言葉じゃないからね。コンプレックスは直していきな、みんな。自分の体だ、好きなようにせ。自分が頑張ってその年まで生きてきたんだから偉いよ。この前もこの話したの、生きてて偉いみたいな。顔の跡とか足のあざとかがあるとテンション上がります。どういうこと？顔の跡って何？
欲求に終わりがなくなりそうで怖い。そのぐらいがちょうどよくない人生。欲求が何もない人生なんてめちゃめちゃつまらなくないですか。つまらなくないですか。生きてるだけで偉いって言われてお金もらえる世界線どこですか。世の中には生活保護というものがあるので、生きてるだけで偉いって生活はできなくはないです。日本はそういう世界っていうか日本です。髪の毛増やしたい。行こう、自分の体だ。行こう、好きにしよう。 AGS だね、知らんけど AGS だねみたいな、めっちゃうろ覚え。こんばんは。なあちゃんは自分の腕や足にできたあざを可愛いと言ってモバメで送ってきます。可愛いね。そんななあちゃんが可愛いね。なあちゃんだね。あ、りなおさんレインボースターとお猿さんありがとう。でも私も白沼にできたあざとか、おおできてんねって感じだもん。AGS 相談のギンクリって、A で始まりなんで終わる素材の会社はなんとかの方でしょそれ。そうだ AGC だ。A で始まり C で終わる素材の会社は AGC みたいな歌じゃない。 AGS はまた違うんじゃない。 AGS 相談だ銀クリーみたいなやつじゃない。ねえやばいって、どういう会話してんのアイドルと。やめない。ねえほんとよ。あ、ありがとうハートいっぱい。やばいよやばいよ、あと15分、あと15分、あ違う、私の時計5分早いんだ。あと20分は、あと20分は、ね親指はねだいぶ痛くなくなってきましたですが、やっぱ痛いな。なんかやっぱり一部の箇所は痛いです、こういうところに来ると。だからお風呂入った後にもう一回テーピングをして寝る。ずっとテーピングしてるとさ、かぶれない、痒くならん、湿布とかってテーピングとか。だから今日はテーピングをお休みデーにして、明日一日休みなのでテーピングして安静にして、明後日の公演に備えようと思っております。長引くね。そうこの前の公演でねちょっとやらかしちゃって、もう治ってる予定ではいたんですよ私の中ではね。ハートいっぱい、あすごいハートやってた。ちょうどコウモリ来た、ありがとう。リナさんハートじゃない、コウモリ。ちょうどこうやってやってたらコウモリ来た。あさって朝限り実は当たってる、さっき当たってるっていう人2人ぐらいいなかったかな。あこのハートに収まれるほどの顔の小ささでありたかった人生。よいしょ、あ、ありがとうレインボースターということでね、私は本当に肌を今綺麗に頑張ってるので応援してあげてください。頑張れ肌って。あ、ファニーさんかぼちゃ、かぼちゃじゃないカバ、ありがとうカバちゃん、かぼちゃ。そんなたこ焼きください。ここもプニプニだし、ここもプニプニだし。どこでリップグロス歌うんだろう。アナンクール衣装でリップグロス歌いたくないよね。久しぶりの、あ、新鮮玉ねぎさんありがとう。の日より輝いているよ君は今きっと幸せってことだろう。あんなにも
楽しくなってきちゃってる。確かに泡欲しい。生誕祭以降公園入れてない。うつ8月9月か9月頭とかにやったもんね。うん、近い駅。あと10万か。もう10万ポイントもあるのか。ありがとう。欲しい欲しい。なんてさ、テロップしたらさ、みんな来てくれるかな。欲しいがあと少し必要って言ったらさ、なんか適当に可愛いひよことか乗せとけば来てくれるかな。あ、ガチエベってつけてみ、ガチで参加してないのに申し訳ないけど、星だけは欲しいから、かっこガチエベ入れちゃおう。最低ひどいな、私ってば。ガチエベ。ガチエベ、9位で急にガチエベとか言い出したら、お前調子乗んなよって言われそう。うん、入れちゃったけど面白いから。あ、ありがとう、なんか、ケーキ。欲しい欲しいってダジャレ、そう、さっき欲しい欲しいってダジャレで書いてたら、いっぱいなんか星が欲しいに釣られてって言って、投げてくださった人とかいたから、欲しい欲しいって書いて、かつお節で。あ、知らないか、かつぶしまん、みんな知らないか、アンパンマンの。アンパンマンのかつぶしまん知らないもんね。かつお節って言うんですよ、かつぶしまんは。あ、すごい。バラも来てる。ハートに代わりバラも来てる。ありがとう。てんどんマンが好き。てんてんどんどん。もう大人になってました。かつぶしマンとかいるんですよ。かつ丼マン、てんどんマン、釜飯丼がいるんですよ。肉をパン粉で包み、はい、ということでね、欲しください。はい、欲しい。頼まーです。アンパンマンキャラ多すぎてもうかな。あ、レインボースターっていう星も星ですね。なんでアンパンマン星なの？それな、思った。国民的 アニメを星にするショールームって話だよね。じゃあドラえもんも星にしろよって話ですよね。クレヨンしんちゃんとか。あ、またカバちゃんだ。すごい。 STR さん、カバちゃんパーティーだ。カバちゃん3回目じゃない？30体カバちゃん。ヒポポスターっていうの好きね、STR さん。ドラえもんは許されてるね。許せない。ありがとうございます。やば、あと10万は欲しい。欲しい。アンパンがあかんのでは？アンパンあかんくないよ。何がどうなってんだろうね。じゃ逆に、でもアンパンがあかんかったら、星にカタカナで万人でなんかなんとかマンみたいになるから、アンパンマンフルネームでアウトなんだろうね。食パンマンはセーフなんだね。カレーパンマンもアンパンマンだけアウトでしたね。星ありがとう。もう星だけでももうほんと涙が出るほど本当に嬉しいです。涙流す。ちょっと私たちのリーズに聞いてくるわ。そうしたら涙流す。あ、じゃあちょっとラブライブの最終回見てくるわ。ちょっと
50カウントも多分反映されるので、50カウントしてないよって方も50カウントぜひよろしくお願いします。忘れてたって人たちお願いします。あ、ほんと、私恋空の最後のとこだけ見てくるわ。ちょっとだから、うん、見てくる。あのタイタニックの最後の沈むとこだけちょっと見てくるわ。泣いてくる。ちょっと待ってて、ちょっと待っててね、うん、本当に星だけでも、星だけでも嬉しいです。本当に涙が止まらないです。あ、ちょっとうん、鬼滅の刃の煉獄さんと赤座が戦ってるところちょっと見てくるわ。あ、ワンピースのフィルムゴールドもちょっと見てくるわ。クレヨンしんちゃんの大人帝国見てくるわ。わあ、なんかそれすごい泣けるって言ってたよね。なんか誰だっけな、私の家クレヨンしんちゃん禁止家庭なんだって話した時に友達と、大人帝国だけはめちゃめちゃ泣けるからみたいな、見てほしいみたいな感じのことは言われた。あとクレヨンしんちゃんのその主要キャラクターの名前言えるみたいな言われた。あと5万9000になってた。わ、いけない数字ではない。50カウント頼までやんす。アンニンの卒業公演のスピーチ見てくる。それは見ておいで、泣くよ。もうそんなこと言ったら私歴代の総選挙の順位発表見てくるわ。ヘビーローテーションで大島さんが1位になった時とかちょっと見てくるわ。あ、リナオさんありがとう。あ、レインボースターありがとう。あと、ワンピースの、桜島の、ところ、チョッパーの話と、あと、ナミとアーロンの話と、あと、サンジのクソお世話になりましたとか、見てくるわ、ちょっと。あとは、頂上決戦とか見てくるわ、ちょっと。背中を押してくださいとは言いません。ついてきてください。あ、涙出てきたかもしれん。それはさすがにイベント終了まであと10分だって。うわー、どっから声出てんのって話だよね。私本当にさ、なんか声優できんじゃないかってぐらいさ、いろんな人格いるんだよね喉に。50カウント完了ありがとう。これね、泣くの有効確かいないのよ。違うよ、全人類の AKB を青春を AKB に捧げてきた人間全てが泣くのよ今のは。本当に順位が変わってありがとうございます。多分これもね、お料理クッキング選抜な感じで、多分そんなにすぐ終わって配信自体が終了させられるわけじゃないと思うんで、ランキングは時間終わってもちょっと読みます。時間終わっても読みます。時間終わってから読みます。ということで、星、こんだけ人生で星を求めたことはない。あ、でもそうだよ、もうすぐでオリオン座流星群が見れるよ。なんか来た LINE ニュースかなんかで、ここら辺よく見えるよって書いてあったの。岩手県だけやんみたいな。めっちゃ見えるよって書いてあったの。岩手県の一部、陸前高田とかそこら辺だけだった。うち来る？そういう番組あったよね。今日雨やねん。そう、もうだからオリオン座流星が見たい。あとは1、10、100、1000、まあと1万2000ポイントすぐじゃん。50カウントしてくだっち。50カウントもって書いとこ。50カウントガチイベ、星があと少し必要ですか。ガチイベって書いとく。ガチイベって
どう、ガチイベって書いてみたよ。残り10分からガチイベってどういうこと、本当に最低だよあんた。昨日休んだくせにガチイベとかどの口が言ってんの、本当ショールームやめなさいよ本当。あ、結婚してありがとう、新鮮玉ねぎさん、ありがとう。やばいよ、あとちょっと追い込み型ですね。そう、最後のねテスト前日に徹夜するタイプね。はい、本当にどの口が言ってんのガチイベって、謝りなさい全国民に、すいませんでした、本当にすいませんでした。この市川が、あ、そう、はい、うちの市川がすいません、ほんと。まなみがガチイベって言ったらアプリが落ちました。やばい、ショールーム側がブチギレてる、こいつ何言ってんだって言ってショールーム側がブチギレてる。あー、りなおさん、ねずみちゃんいっぱいありがとう。何これちっちゃくてかわいい。あー、すごい、それを遮るかのようなお猿さん、もう面白すぎ。あはは、カオス、バリカオス。え、本当になんかガチイベの追い込みみたい、もうなんかここにいっぱいいるネズミちゃんをお猿さんがギューンみたいな、もうもうすごいんだから、バリカオス、顔面関係ない、運営さん爆おこでしょこれ。あ、でもなんか市川まなみ最後の追い上げをしてきてるって言って、カモだカモだって言われるかもしれない、私のことカモだと思ってる。早くクマを来れよ、こっちはクマのために頑張ったんだから。ねえ、やばい、人格いっぱいいるよ今日も。どうしよう、どうしよう、本当に今日は誰、名前つけてく、今のは誰、本当ありがとう、本当に星がいっぱいいる。オイラたちがかも。そうだよね。そうだよね。私よりもそうだよね。あ、やばいやばい。バリ画面重いぐらいのカオス。あーやばい。あと5分だよ。ありがとう。ネズミちゃんやっぱありがとう。画面が騒がしくてかわいい。あとゲンさんもありがとう。お猿さんずっと。エステールさんもコウモリありがとう。すごい。俺らがカモだっていう胸を張ってる人たちが、あ、違う、わらわらついてるのが違うか。どうもーって感じで。え、でもそろそろいけたんじゃない？どう？ AKB グループでは1位になれたんじゃない？ Come on, Negi. You are so cool. あ、すごい、スコスコの暴力、スコスコの暴力だ。ターさんからのスコスコの暴力。星集められないので、お猿さんでありがとう。スコスコが、スコスコがすごいです。だるまちゃんがいっぱいです、ありがとう。あ、しんごしんごさんかわいい、ありがとう。9位になった、わーい、イエーイ。え、誰が AKB で1位だったの、もともとあやなんちゃん。わ、トップ10突入、やった。え、これで AKB で1位。あー、もうびっくりしちゃう、点差30万ポイントも差がある。すごいね、すごいね。もう逆になんかもうほんとガチイベ消そうかな、テロップのガチイベ。もうなんかほんとにあの1位おめ、語弊。1位ありがとう、みんなのおかげで1位になれました。ほんと、もう一度この景色が見たかったんです。あ、もう最低、侮辱、侮辱、怒られる、最低、ダメだよもう、人としてダメだ、もう喋んない方がいい、もう失言しかしない。分かる人には分かる失言しかしない、もうさっきから。最低、あと3分だって、やばいやばい。1位、1万9000って、なんかビスのイベントってそんな、なんそんな、なんだね、ビスのイベントって。ちょっと
あの本当に申し訳ないけど若干ちょっと舐めてました。人間やめますか、できれば本当にできたら。だってマナチ、マナチ今何ポイント？だって1500万とかだったでしょ、そのショールームのあれも、あれ自体も。今回予選1により高いね。だってやばい、マナチだってそんな競争率やばいやつに参加しちゃったんだ。いやーシュッ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 シュがない。へー、歌いたいかった本当は。実はいい曲すぎて、私が好きな踊りすぎて。あああ、てん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 、あああ、 NNB 対 SKE になってますね。いやもうそうだよね、 NNB で一人しか参加してなくて SKE で一人しか参加してなくてってなるとさ、やっぱりグループ背負ってって感じだからさ。そうなるよね、やはりグループ一人は強い。いいね、やっぱりいいね、いいね、やっぱりいいね。あれも MV 撮影中に歌詞ができて届いたって。そんな AKB あるあるよ。なんだったらあの MV 撮った後に歌詞修正されるもん。だからそこだけリップシンクじゃなくって、なんかそういうシチュエーションのシーンになったりする。やばい、あとちょっとよ。あー、結婚してありがとう。なんだっけ、あれそうだった、終電の夜とかもそうだった。あと1分、終電まであと4分だ、駅へ続く商店街。あ、じゃあ最後の1分でね、とっても変な話をしてあげる。人間って1から数えた時と1から10まで数えてた時と10から1まで数えた時の数え方が違うんですよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 じゃん。だけど10,9,8,7,6,5,4,3,6,5,4,4 と7の言い方が違うんですよ。なんですって。ありがとうございました。イベントもう終わりじゃない？まだ終わってない？ありがとうございました。最後の最後にすごい、これは反映されるのか分かりませんが、ありがとう。サプライズレバーさんも、あ、終わったイベント、イベントお疲れ様でした。最終結果待とう。あ、めっちゃ頑張った感出しとこ。今9位って出てんじゃん。最終結果も何もないよ。ありがとうございました。頑張りました。ガチイベお疲れ様。もうファンの人も私のこれをネタにしてきてる。むしろファンの人が楽しんでるよ。頑張ったね、泣かないでって私よりもファンの人が楽しんでる、これ。本当に毎日3時間ありがとうございました大嘘つき、鼻こんぐらい伸びるぞ。ラスト1分とか30秒で投げられたギフトはこの後反映されるからよ。だってどうしよう、ラスト1分で2000万ポイントとか入ってるかもしれない。そしたら1位になっちゃうかも。あ、どうしよう。本当にもう毎日毎日本当にありがとうございました。昨日も配信をしたんですけど、大嘘つき、本当鼻こんぐらいまで伸びてる今。もうほんと朝5時半からね、朝5時半から夜の12時まで、もう多い日は1日で30回ぐらい配信して、本当にありがとうございました。なんかもう
最初は無理だろうなって思ってたんですけど、エンジョイ勢とかになりたいなって思った時もあったんですけど、本当はね辛くて、もういっそ楽しんで、もうそんな争いたくないとも思ったんですけど、皆さんと走りできることができてよかったです。ショールーマン、クマさん早くください。ガチの人がいる。マナチの涙でマジになったよ。3回配信はした。3回配信した時もあったよ、ちゃんと。だから私はエンジョイ勢と言いつつもちゃんと参加した。なんか申し訳ないからね、もともとなんかそういうの気にしちゃうタイプだから、ちゃんと気にして私は3回配信をしたし、桜ふぶきの再来の空へいつかショールーム運営からの評価、ショールーム運営どころかもう全ての方々、日本国民全員からの評価が下がりましたよ。ということで終わります。でもしかしたら夜また配信、普通にただの配信を20分30分程度するかなって思ってます。ということで今回はちょっとイベントの配信ってことで、最後の追い込みでね、レッスン終わりに配信したんですけど、ありがとうございました。これで AKB1 位になれてますようにっていう感じですかね。まあ簡単な目標として AKB としての1位って感じだったんですけど、またもしショールーム選抜をやるときは私はもう次こそって思ってるのでね、頑張りたいです。ということでランキングを読みます。あ、ちょうど変わった。いいね。じゃあラッキーナンバーは最後9位だったからいいよね。13位以内がラッキーナンバーだっていいよね。ということで9位、ランタソさんです。ナイスラッキー。13位から13位、ターアイリスさん、ありがとうございます。すごい、ターさんの飛ぶがウータじゃん。さあ怖くはないだ、ありがとうございます。12位月夜の豚さん、ありがとうございます。11位、シマトマーク、アバター出ない横声、ありがとうございます。残念。10位シンゴシンゴさん、ありがとうございます。9位ランタソさん、ありがとうございます。8位、マナショウさん、ありがとうございます。7位、新鮮玉ねぎさん、ありがとうございます。6位ヒデさん、ありがとうございます。5位サプライズレバーとチームうちらさん、ありがとうございます。4位アンジーさん、ありがとうございます。3位ゲンさん、ありがとうございます。すごかったよね、ネズミいっぱいいるのにゲンさんの猿が全部ブワー入ってたもんね。ありがとうございます。2位リナオさん、ありがとうございます。もう数えきれないほどのネズミがね、すごかったね。ディズニーかと思いました。ありがとうございます。1位は STR さんです。ヒポポタワーSTR さんのお気に入りヒポポタワーと、あとはレインボーブリッジも多分あったかな。ありがとうございます。1回だけの参加で申し訳ない、全然ありがとうございました。最後の最後に大盛り上がりで、大盛り上がり盛り上がりでね、ありがとうございました。ということで、また、夜できたらなとは、やろうとは思ってます。結構前向きな方向でね、検討させていただきたいのにね、はい、ということでありがとうございました。楽しかったです。カバーは欲しい概念人による。バイバーイ。これ変えなきゃ。またねー。バイバーイ。